こなり仏、こなり仏は、中国の連冠が、東宮が、四女が、高匹閣化。本名国家、字は大空、号は谷花、署名は重キロ種、筆名は、小赤仏、こなり仏、小長文、小心、小強し。石膏あまり、妖謙館の出身。新潮高所三十四年、石膏あまり、妖謙館に生まれ、十歳の頃大場の養子になった。 幼児から絵を好み、14歳で、ネーハの中学校に入学。後に単身、上海に向かい、上海美術専門学校を入学、さらに進化芸術専門学校を転入し、西洋画の基礎を学ぶ。経済的に困窮に陥り、資産を売却する。時に、ベラルーシ人の先生の代筆としてフランス、総領事館で壁画を描いて、収入を得る。 最後の一学期は学費を払えず、退学を決意したにもかかわらず、学校の方は卒業証書を与えた。1927年に南京国民政府総政治部に職を得、退位宣言係となり、後に少佐副官となった。蔡君時に従い、災難に行き、災難事件で流れ玉に当たり、窓から飛び降りて難を逃れる。1929年に職を辞し、 上海商務員所管美術編集部で高級職員となり、筆名を、小赤仏とす。描いた児童書は、東南アジアまで販売され、潤沢な給与を受ける。家族6人。妻は2歳年下で、裕福な家庭出身だったが、病身であった。1934年、娘2人と妻が結核を患い、娘2人が溶接。日中戦争前夜。 商務員書館に解雇される。以後、写真館、駄菓子屋、児童書店、連館が出版会社などを相次ぎ経営したが、うまくいかず、皆ほとんど一年経たずに倒産。あとは、地図出版社の世界予知学者に就職。中国画を勉強し始め、筆名をこなりフッツとする。自分の12歳になったばかりの息子に、画家より、医者になれと言ったことがある。フッツは、 空と関わって、また貯金が空っぽになり、色素ゼクをちなんで、画質名を大空堂とした。妻の治療費や子供の学費のため、1945年前後から東風図を描き始め、経済状況が回復。絵の値段は、金一両で三枚、二ヶ月をかかった。1949年前後、中国にて、連環が出版事業がだんだん回復し、 明人島出版社の招聘を受ける。1952年、講師合営のため、新美術図画書店に転入し、後に、上海人民美術出版社に移る。1958年に、ダウン県水院木国社で輪郭係の担当となり、仕事上、古美術の親戚を研究し始める。マヒマを利用し、青年期からの友人。 商務委員所管の同僚の長礼等と共同し、小赤仏、小長文、小新、小強の筆名で、北京、朝花、天津、河北、上海などの人民美術出版社に古そ連冠画を、相次いで、全部で24種描き上げ、高収入を得る。戦後、抗生物質により、妻の結核が完治する。百四十九年土地革命で、履歴表で、地主と書き、 文化大革命の後、自由職業と正された。1952年、上海公安局北駅分局にて、解放前の民事案件の処分を免れたが、学校は全部回収、廃棄し、今後再び画業に従事するべからずという通知を受けた。それから、道具図を描くことがなかった、公筆と美人画を描くことも少なく、10枚超えず。文革期間。 地主と東具図の題名で、100回以上批判闘争された。肺がんを患い、上海で逝去。去年72歳。小成りつの東具画作品、金平梅秘ぎずは、総計30枚。写しと写実を重視し、西洋画の遠近法を用い、輪郭線を細かく描かれた。かやこりょう。補雪小成仏七こと。東方双方網。 h t t p b i g 5 q s t h e o r c n スラッシュワットアワースラッシュ whsy スラッシュ201308スラッシュ t20130805255997 htm 2014年5月18日閲覧 abc バリ消費都市コア化物症通りのそう h t t p w w w c a r t o o n w i n c o m p e r s o n a g e m j f t m j f t x t p h p i m z j m j a n d j a m h a l f 2 0 1 4年5月18日」閲覧。a b c d k や i a k o コナン州。 画的父親小なり物。金華日報。http://hk.apple.nextmedia.com スラッシュサプ e メントスラッシュアップルスラッシュアートスラッシュ20121007スラッシュ180342372014年5月18日閲覧。一なり物、平売どう変 h t t p a r t s t a k u n g p a o c o m w ラッシュ9 2 0 1 3 0 2 2 6 1 2 7 7 8 3 4 9 h t m l 2 0 1 4年5月18日閲覧。ありがとうございます。